Wi-Fi を利用して通信する方法をご説明します。 Wi-Fi とはパソコンやスマートフォン、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器を無線でインターネットに接続するデータ通信方式です。モバイルネットワークでは通信速度制限などがあります。さまざまな施設内やご自宅にある Wi-Fi ネットワークを利用することによって料金を気にせずインターネットで動画の視聴やアプリのダウンロードなどを楽しむことができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面を上にスライドして、設定をタップします。ネットワークとインターネットをタップします。インターネットをタップします。 Wi-Fi 右側のスイッチをタップしてオンにします。ネットワーク名とパスワードは無線 LAN ルーターの側面などに記載されています。ネットワーク名は SSID と記載されていることもあります。接続したいネットワークをタップします。パスワードを入力して接続をタップします。ネットワークの下に接続済みと表示されたら設定完了です。